こういうレイキングをします。アンダーコートとローハイモという年もう抜ける寸前の毛が抜けてきます。こういうふうに、こういうふうに、でこれを丁寧にやってください。こうギャッ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 上から下からギャーンとやるんではなくて、皮膚に寝かしながらこういうふうにします。でこれが終わったら、ナイフがちょうどいい角度でなるだけ縦気味の感じで抜いた方が最初はやりやすいと思います。親指とナイフで毛をつまみます。それを連続するとこういう感じで、これはこういうふうにしてるんじゃなくて、下から上がって毛を立てて抜く、下から上がって毛を立てていく、それを連続してやるとこういう感じ。毛の先を持って抜きます。確実に抜きます。でこれは毛を切るためのものではないので、抜くためのものなんで切れないように、で今抜いたところの下から毛が、新しい毛が生えてきた時にすごく太い毛が生えてきます。それをいかに作るかっていうのが、プラッキングの真髄です。丁寧に、犬が嫌がらないように、痛がらないように、毛先を持ってこれを進めていきます。どこをどういうふうにするかっていうのはおいおい、またカメラで撮って送りますので、とりあえずはテーブルに乗せて必ず高いところ、それはこういうテーブルじゃなくてもいいんですよ、何でも。でアームを使って固定してやってください。切って